吉田大地は日本の実業家。日本初の遺品整理専門会社、有限会社キーパーズ設立。同社代表取締役。大阪府出身。大阪市立桜宮高等学校卒業。28歳で引っ越し運送業をはじめ、日本初の引っ越し屋さんのリサイクルショップを開業。1999年、吉田物流株式会社を設立。 やがて、独居老人の増加に伴い、身内の遺品の整理で困っている人が多いことに着目し、2002年、天国へのお引越しをキャッチフレーズとした、日本初の遺品整理専門会社、キーパーズを設立。東京、名古屋、富山、大阪、福岡、北海道、北九州、そして、韓国に支店を構え、年間1500件に及ぶ遺品整理サービスを提供している。 その他、片見分けの全国配送、葬儀者紹介、清掃、消毒、リサイクル品の売買、不動産売却、解体、リフォーム相談、車やバイクの配車手続きなど、依頼主の様々な要望に応える。本業以外に、孤立死を防ぐための DVD 制作や、講演活動などを積極的に行っている。映画、あんときの命において、キーパーズが制作協力。 映画に登場する遺品整理業者のモデルとなった AB 読売年間2016年版 P280 ありがとうございます。